こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、私たち女性にとって産科婦人科産婦人科どう違うのって思うんですけども、まあ、女性であればね、この女性特有のクリニック病院っていうのは、まあ、馴染みが深いんじゃないかと思うんですけど、産科と婦人科と産婦人科とそして不妊治療専門の病院って何がどう違うんだろうか、病院を選ぶときに自分の症状に合わせてどこに行けばいいんだろうかって迷うことあるんじゃないかと思うんですけども、この病院の選び方についてお話ししたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。では病院選びについての一つ質問をいただいているので読んでみたいと思います。2歳の男の子のママです。2人目妊活中ですが、なかなか授かりません。産後生理が再開してから生理がすごく重くなり、生理不順にもなりました。基礎体温を測っていますがガタガタです。今度一度婦人科を受診しようかと迷っています。不妊治療専門の産婦人科と普通の産婦人科では違いがあるんでしょうか。皆さん同じようなことで悩んでいらっしゃる方多いと思うんですけど、まずね、産科っていうのは、妊娠出産に特化したクリニックです。婦人科は女性特有の、まあ、悩みですよね。例えば生理不順であったりとか、あとピルとかを処方してほしいっていうの場合とか、子宮筋腫とか子宮腺筋症とか卵巣嚢腫とか、この女性特有のね、卵巣子宮の病気、そういうものであったり、あとはまあ不妊治療もこの婦人科に入ってくるんですけども、妊娠以外のところでね、不妊とか、あとは性感染症ですね。例えば皆さんよくなるのがカンジダ膣炎ね、ポロポロのカッテージチーズみたいな織物が出て膣がかゆいかゆいってなるやつね、そのカンジダなんかがすごい、まあ、よく婦人科でお世話になるかなと思うんですけど、このね、性感染症であったり、とにかく婦人科っていうのは診療内容がすごくね、幅が広いんですよね。だから産科なんかでも、産科だからもう妊娠出産以上なんで、すごく幅が狭いっていうかな、まあ、もちろんいろいろ合併症起きたりとかっていうことはあるんだけど、基本産科なんでね、婦人科はもういろいろ本当に幅が広いゆえに、このクリニックによってね、得意不得意っていうのがあったりもするので、婦人科何かこう女性特有の悩みでね、婦人科行こうかなっていう場合はホームページとかチェックして、どういうところに強い病院なのかなっていうのを確認して、自分の悩みに合うかどうかっていうところをある程度想定してから婦人科選びはした方がいいのかなとは思いますね。産科なんですけども、産科を選ぶときにね、産婦人科っていうのは、その産科お産と、あと婦人科女性特有の悩み、この両方を全部ひっくるめてみますよっていうのが産婦人科なんですよね。なおさら婦人科だけでも幅広いのに、そこに産科も入ってくるわけでしょ。産婦人科って診療内容幅広みたいな感じなんですよ。なので産婦人科って歌ってるところの中には、その妊娠分娩っていうところをメインで持ってきている、それが強いっていう病院もあれば、お産取るんだけど実は婦人科系の方が子宮筋腫にすごく強いんだよねっていう病院とか分かれてくるんですよね。なのでこれもホームページとか見てもらって、サイト見てもらって、どっちに比重がね、こうあるかなみたいなのも、まあチェックしてもらうといいのかな。産婦人科でお産をねしようってなった時に、産婦人科オンリーだと時にお産できない場合もあるっていうのも覚えておいてください。というのも、妊娠って何があるかわからないでしょ。もしかしたら循環器のね、この血圧とかそういうところが悪くなったり、腎臓が悪くなる、妊娠高血圧症候群に伴う腎炎とか腎症とか起きちゃうと、腎臓っていうところが関わってくるし、あと呼吸器、そこら辺が何か合併症でダメになる場合もあるし、妊娠っていうのは全身のどこにどんな異常が起きてくるかわからないわけですよ。メンタルやられて精神科が必要になる場合もあるしね。はい、ってなったら、産婦人科オンリーでやってる病院でお産ってなって、婦人科も全部制覇するからいけるやろって思ってたら、それ以外の循環器、呼吸器、精神科、いろいろそういう他の科の
合併症が来た時には対応しきれないんですよね。ってなると大きな病院、総合病院に転院になってそちらでお産になるっていう場合もあるので、あくまで産婦人科で産むのか産科で産むのか、それとも総合病院大きい他の科も全部対応してくれる病院で産むのかっていうところは、自分はどこで行こうかなっていうのは、まあ、何が正解かはないんですけどね、よくやっぱり考えて病院選びってしなあかんのかと思いますね。まあ、若いから何もないってことはないんだけども、でもまあ普通に考えたら40歳前後の妊婦さんと20代の妊婦さんやったら合併症の起きるリスクっていうのはやっぱり40近い人の方がバーンって起きる率は上がるわけだから、35歳で丸子高齢妊娠高齢出産の定義ではなってるんですけど、私の中ではまあ35でもまだいいかなと思いますね。感覚的にはまあやっぱ40っていうこの数字の前後ぐらいから、そこで特に初産の方はできたらやっぱりね、他の科が併設されている総合病院とか大学病院とか大きい病院を最初から選んでもらった方がいいのかな、安全なのかなという気はなきにしもあらずかなと思います。不妊治療ってなった時に、まあ、このね質問のママさんも産後に生理痛がひどくなったってことなんですけども、そもそもじゃあ産後になんで生理痛がひどくなるのかと、でそもそもはね、子宮の入り口がお産をするから広くなるので月経血が外に出やすい状態になるんですよね。月経血って子宮の入り口ってそもそもガーって閉じてるから、そこを月経血が外に出ようと思ったら、それなりの子宮がギュンって収縮せえへんかったら、こんな狭いところに月経血は通れないわけですよ。だからプロスタグランディンっていう痛み物質を出すことで子宮を思いっきり収縮させて、この狭い子宮の入り口出口のところから月経血を外に出すために生理痛があるんだけども、お産するとその子宮の入り口が広がるから、ある程度別にそんなに収縮させんでも出るやんみたいな緩いなみたいな状態になるわけですよ。だからお産の後っていうのは比較的生理痛は軽くなる人が多いんですけども、例えば帝王切開やった後とか、子宮とかにも傷をつけるわけだから、そこがこう治っていく修復されていく過程で、どうしてもこの生殖器に近い膀胱だったり直腸だったり卵管だったり卵巣だったり、いろんな組織がね癒着を起こすっていうことがあるんですよね。癒着を起こしちゃうと、そのくっついちゃったところにガーってこう組織が引き伸ばされてしまう。その生理の時に子宮が収縮した時に、そのくっついちゃって癒着を起こしているところがぐーって引き伸ばされて、それで生理痛がすごくひどくなるっていうパターンもあるし、あとはもう産後もうとにかくね、ホルモンバランスがやっぱ崩れてますからね、授乳中であろうとそうでなかろうとね。あとは、子宮内膜症って言ってね、まあ、子宮の内膜っていうのは子宮の内膜だけに作られる、その子宮の中だけにこう内膜が飛行していって、で生理の時に剥がれて出ていくんやけど、産後どうしてもそこがうまいこと回らなくなって、子宮の内膜以外のところに子宮内膜と同じ組織をわーっと作ってしまうっていう子宮内膜症っていう病気があるんですよね。でこういうものに発症しちゃったりしても生理痛がひどくなるっていうことがあって、まあこれだけが原因だよっていうのは言えないんだけども、まあ、とにかくあまりにもひどい生理痛があったり、月経不順がある場合っていうのは、断乳してるんであればやっぱり婦人科病院かかった方がいいのかなとは思いますね。で、まあ、この方の場合は妊活をしていらっしゃるのでね、第二子を望んでいて、で生理不順があるっていうことで基礎体温もガタガタやっていうことやから、これも不妊専門のところに行っても、不妊症を扱ってる病院に行ってもらっていいのかなという気はしますね。不妊治療の病院を選ぶ時のポイントなんですけども、その病院の規模、これね38歳ぐらいから以降は産科お産の時選ぶ病院ってある程度大きい病院を選んだ方がいいかもしれないという話今ちょっとしたんだけども、不妊治療で病院選ぶ時って病院の規模ってあんまり関係ないんですね。大学病院とか総合病院なんかすごい規模が大きいからすごい高度なことをやってくれるんかって思ったら、そうでもなくて、その個人の病院で不妊治療にすごい力を入れてる先生なんかは、個人のクリニックの方が不妊治療のその技術的なねところね、高かったりするんですよ。なので不妊で行く病院選びはあんまり病院の規模は関係ないなと思います。婦人科、あとは産科併設のね不妊専門の病院、不妊だけを扱ってる病院で、まあいろいろあるんですけども、まあ一個ずつ聞きますね。婦人科でも最初にね説明した婦人科って女性特有のいろんなことを幅広く悩みに対応する科だから、そこには不妊治療入ってくるんですね。なので婦人科に行ってもらっても不妊治療はある程度できるんですけど、ただやっぱりその不妊治療に力を入れてるのか、それとも子宮筋腫に力を入れてるのかとか、そういうことでも不妊治療一応掲げてるけど、まあ片手間になっていうような婦人科もあるわけですよ。男性婦人の検査
精液検査とかね、そういうものと、あとは子宮卵管造影って言って、卵管がちゃんと通ってるかなとかで、子宮の中なんともないかなっていうのをね、造影剤を飲んでレントゲンみたいなやつで確認する検査があるんですけど、これは不妊治療の時に一番最初にしないといけない検査なんですね。だけど婦人科であんまり力を入れてない病院だと、この男性不妊の検査と子宮卵管造影っていうところができないところがあったりするんですよ。病院行ったら一応エコーでこう卵巣を見て、排卵しそうな卵あるかどうかだけ見て、これ 2,3 日後ぐらいに排卵しそうだから、ここら辺でタイミング取ってねみたいなんで、それで終わっちゃう、そんな診療をやってるような婦人科もあるんですよね。そもそも血液検査やってくれるかどうかでもめちゃくちゃ大きいポイントになります。血液検査もしない、男性不妊の検査もしないで、子宮卵管造影もやらない、ただタイミング卵巣をエコーで見てタイミングだけ取ってねで終わっちゃうような病院、これはちょっと見てほしいっていうことで行く病院として選ぶにはちょっと避けた方がいいかもしれないなと思いますね。これはもうすごく重要なのでチェック項目になるかなと思いますね。まあ、人工授精って言ってね、精液を男性に自分で取ってもらって、排卵の時期を選んで、その時に取ってもらったその精液を、精子を濃縮をかけて、でそれを、膣ではなく子宮の中まで入れてあげるっていう、これ人工授精っていうね、タイミング療法のタイミングを取るっていうのの次の段階の人工授精っていう治療があるんですけど、これをやる時もね、その婦人科でもやってくれるところいっぱいあるんですけど、中にね、その精子を取った精液をね、濃縮をかけて、その元気な精子だけをよりすぐってで、それを子宮の中に戻すっていうことを人工授精は本来やるんですけども、その濃縮やらない病院とかもあるんですね。マシュマロで肌と心に優しさを。あとは精液を取ってから病院までその人工授精するまでの運搬時間であったりとか、運搬の仕方であったり、温度管理とかいろいろあるんですよ。そういうところをきっちりと患者さんに説明があるのかどうかっていうところ、そこもすごく大きなポイントになるかなと思いますね。はい、これが婦人科での、不妊治療になってくるかなと思います。じゃあ次、産科が併設されている不妊治療のクリニック、はい、これ妊婦さんとか赤ちゃんもいるわけですよね。待合室で待ってたら、そんなに治療時間かからずにパッと終わればね、妊婦さんいても赤ちゃんいても、あんな風になりたいなって思うぐらいでなんてこともないのかもしれないですけど、でも不妊治療っていうのは本当にトンネルが開けないというかね、いつ何時終わるかわからへんし、続く時はもう1年2年って長く続いていくわけですよ。ってなった時に、やっぱそのメンタルが落ちた時に、妊婦さんが横にいたりとか、赤ちゃんが新生児が泣いているのを見たりした時に、自分のメンタル大丈夫かなっていうのがあるんですよね。不妊治療どんだけかかるかわからへんから、それを考えたら産科が併設されているところっていうのはある程度、避けた方がいいかもしれないですね。でね、あとはね、産科併設のところのデメリットのはね、分娩が入った時にお産入ったら先生そっちで取られるんですよ。緊急帝王切開入っても先生そっちで取られるんですよ。外来で放送かかるんですよ。今お産が入ってるんで、ちょっと診療がストップしますのでお待ちください。でそのままそのね、緊急手術がどんなものなのか、あとは緊急で入ってこられた、搬送されてきた妊婦さんがいたりとか、そんなんするとそっちに 全部先生取られてしまうからね、診療がストップしちゃって、で予約時間取ってたのに結局そこから2時間3時間待ちとか、すごい待ち時間がね生じることとかもあるんですね。なので、まあ、婦人科もそうなんだけど、女性特有の病気もそうだし、不妊治療の時もそうなんだけど、産科併設のところに行くっていう場合は、その待ち時間が出てしまうことはもう仕方がない、そこを想定して、で妊婦さんとか赤ちゃんいるで大丈夫かなっていうところをよく考えてもらった方がいいかなとは思いますね。産科併設のところは、人工授精までやってくれて、その体外受精、その次のステップアップする、もう、精液取ってもらって、女性の方も体内で、ね、受精させるんじゃなくて、卵子を卵巣から取って外に出して、精液と卵子をシャーレの中で合体させる、培養してある程度育った受精卵を子宮の中にまた戻して移植をする、これ体外受精と言いますね。でこれ精液いっぱいいる精子をこの卵子に振りかけてっていうのは普通の体外受精なんだけど、もっと高度になってくると顕微授精って言って、
顕微鏡でね精液を見るわけですよ。でその中の1匹だけ選ぶんですよね。めっちゃ元気に動いてるすっごい強そうな精子、こいつって思ったやつを1匹選んで、その1匹を選ばれし精子を卵子に入れてあげるっていう、これが顕微授精、一番高度な不妊治療になりますね。まあ、こういうことをやってくれる産科併設の病院もあるんですけども、中にはタイミング療法と、まあ、人工授精、そのね精液、濃縮かけた精液をただ子宮の中に入れるってやつ、一番まあタイミング療法の次の段階の人工授精ね、その辺まではやるけども、体外受精とか顕微授精は取り扱っていませんよっていう病院も結構あるんですよ、産科併設のところって。そこもそれでいいかっていうところをよく考えてほしいし、であとはその検査ですよね。さっきの婦人科の時も言いましたけど、男性不妊の検査であったり子宮卵管造影であったり、その検査項目いろいろあるんですけど、そこら辺が選択肢が狭いっていうか、あ、ここまでの検査しかやらんのみたいなね、細かいいろんな検査がなかったりとか、あとは排卵誘発するにしても、その排卵誘発の方法がすごい選択肢が少なかったり、もうワンパターン、いつもどんな人も全員これみたいな、その人のホルモン状態とか血液検査の結果とかで排卵誘発の仕方も変えて言ってあげないといけないんだけど、もう全員これみたいな、ろくに考えもしんと同じ排卵誘発の仕方をやってるようなね、そういう産科併設の病院もあったりするよっていうところですよね。はい、じゃあ次に不妊治療専門でやってる専門クリニックですけども、これはね、そのねタイミング療法とかね、人工授精とか、そこも段階踏んでくれる病院もあるんですけどね、中にねもう全部すっ飛ばしましょうって言って、そんなん律儀にやってられへんから、もう一番高度なやつからいきましょうって言って、いきなりスタートがね体外受精スタートのところもあったりするんですよ。でそれもそこからスタートでいいのか、それとももうちょっと段階を自分は踏みたいのかっていうところをよく考えて選んでもらった方がいいかな。あとはね、不妊治療専門ってなったら、もう婦人科でもなく産科でもなく、とにかく不妊治療、もう生殖医療専門って先生がやっておられるから、そこからやっぱり治療とか検査も全てが、もう選択肢はむちゃくちゃ広いですよね。それはすごいいいなとは思うけど、ただドクターの方針に影響はむっちゃ受けやすいっていう部分もあるから、それがその病院がね、その患者さんにとって合うかどうかっていうのも、これ何とも言えないんですよね。もうこの先生はこれでって言うけど、実はその患者さんにはその方法は合ってなかったり、日本またこれ不妊治療にガイドラインがないんですよ。海外なんかは不妊治療のガイドラインがあるから、それに沿ってみんなやるんだけど、日本って本当に先生の趣味みたいなね世界で、クリニックによってやる方法も全然違ったりするんですよね。どうなんと思いますけどね。まあ、そんなんやからこそ、日本の国っていうのはその不妊治療をやってる病院の成績も、妊娠する成績で分娩まで至る成績でも本当に違うんですよ。なので、一つ選ぶポイントとしては、成功率みたいなね、そういうものをちゃんと掲げてるかどうかって、何年の、妊娠率は何パーセントで、で分娩に至った人が何パーセントでっていう統計をちゃんと出してる病院、あとは、培養士さんをちゃんと紹介しているところ、この培養士っていう職業ってすごく重要なんですよね。これ国家試験じゃないっていうのもなんでやねんと思うけどね。その精子を扱ったり卵子を扱って、それを培養かけて温度も全部管理しながら育てていくっていう、そういう職業なんだけど、その人たちの力もすごく影響するんですよね。例えば、卵子をね取って採卵して、それを凍結して置いといた時に、これを使う時には誘拐誘拐でさらうんじゃなくて、溶かすやつね、溶かして、でそれを精子と一緒にこうで受精させてっていうのをやるんだけど、その凍らせたやつを溶かしていく過程とかも温度管理とか湿度とか全部関係してくるわけよ。そのやり方ちょっとでも間違えたら、その卵子は溶かす過程でダメになっちゃうっていうようなこともあってね、すごく重要な仕事なんですね。だからこの培養士さんっていうものをちゃんと、このクリニックに培養士が何人いて、この方がやってる、なんなら名前も出てるぐらいのところ、ホームページでね、それぐらいのところはちゃんとしてるかなと思うので、この辺も選ぶポイントになるかなとは思いますね。この婦人科でやる不妊治療で、産科併設のところで不妊治療専門のところって3つ言いましたけど、不妊治療専門のじゃあクリニックが一番じゃあいいやんって思うかもしれへんねんけど、機械的やったりもします。もうあったかみがないっていうかな、期間も長くなるし、でも不妊治療来てる患者さんもすごいたくさんいるから、不妊治療ってメンタルやられるんですよね。もう心に寄り添ってくれへんからやっていけへんぐらい落ちるんですよ。生理来たとだもうぐわーん落ちるし、こんだけ頑張って痛い思いしてお金も使って
あかんねえやみたいな、生きてる意味何っていうぐらい落ちるんですよ。でそういうところに寄り添ってくれない、はい、はい、淡々とっていうね、ドクターのとずっと毎月毎月関わっていくのも結構しんどかったりもするって考えたら、できることは幅は狭いかもしれないけど、かかりつけのあったかいおじいちゃん先生の婦人科であったりとかね、馴染みのある先生やったりとか、そこでこうゆっくりあの女性の悩みを聞え、そうか言って聞いてくれるような、そういうところからスタートした方がいいっていう パターンもあるわけですよ。その高度なやつをいきなりパンって進めるよりもね、そういうこともあるし、でその高度な不妊治療の専門クリニックってなると、住んでる地域によってはすごい遠方になる、2時間かけて通院しなかったね、そんなこともあったりするんですよ。どんだけかかるかわからへんのに、そこまでっていうのもどうなんかなっていうのもあるから、やったらもう最初はね、不妊の相談をできる近くのクリニック、婦人科からスタートしてみるっていうのもありなんじゃないかなとは思うんですよね。年齢が40歳前後からの不妊治療のスタートの場合はあんまりのんびりしてられへんし、もっと高度ないろんな検査も必要になってくるから、ちょっと時間をかかったとしても、遠方だったとしても本腰入れて、ちょっと遠方の不妊治療専門のクリニック、病院にかかった方がいいかなとも思います。で、転院するタイミングなんですけども、結果が出ないのにね、同じ治療をね、だら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 ずっと繰り返してる場合、同じことを毎月やってる、結果が出ないのに、これはちょっと転院した方がいいかもしれない。この人にとって結果が出てないってことは、この治療方法ではあかんっていうことなんですよ。なのにずっと同じことばっかりやってる、これダメね。ポイントとしてはね、タイミング療法であればだいたい半年、人工授精であればだいたい3回目の人工授精で結果が出てへんのに、4回目半年以上また同じことをやろうとしている病院であれば、ちょっと転院を考えた方がいいかもしれません。ということで、不妊治療のね、どういう病院を選んだらいいのか、そして産科、婦人科、産婦人科、それぞれ何が違うのかというね、お話をさせてもらいました。病院選びってものすごく難しいですけどね、行ってみて合う合わない、そこで決断してちゃうわって思ったら、そこに執着心とセカンドオピニオンでどんどん変わってくださいね。これ患者さんは病院を選ぶ権利がありますからね。あかんって思ったら、いやでももうちょっと行ってみようじゃなくて、もうパッパと次々行ったらいいんちゃうかなと私は思いますね。執着せずに進むっていうのが不妊治療を成功させる一つの鍵にもなるのかなと思っています。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。信じてごらん、すべては笑顔から始まるから。信じてごらん、その先には人生の花が咲くから。マシュマロポメロの一途な思い、あなたとあなたの大切な人に豊かな実りあれ。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。